盛り上がりません。皆様こんにちは、ナビゲーターのさくらです。今日もご視聴いただきありがとうございます。本日のテーマはこちらです。日韓の GDP があと5年でついに逆転。あれ、あんまり喜んでいないようですね。日本経済研究センターは12月15日、アジア太平洋地域の18カ国地域を対象に2035年までの経済成長見通しを発表しました。それによると、日本の一人当たり GDP は2027年に韓国を下回るとのこと。隣国にとってはビッグニュースだと思うのですが、なぜかあまり盛り上がっていない様子です。ところで韓国がよく使いたがる一人当たり GDP なのですが、中国は韓国の約3分の1であり、韓国のはるか後ろです。いつも日本の一挙手一投足を観察し、一瞬でも日本を抜いた分野があれば即自慢する韓国なので、中国に対してももっとマウントを取っていいと思うのですが。こちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点、また日本国内の反応など、今日もわかりやすくお伝えしていきますね。12月22日付、JB プレスによると、日韓 GDP 逆転？ああ、そういう報道がまたありましたね。2021年12月21日にあった韓国の大企業幹部は全く関心がなかった。かつての大ニュースはもう目新しさもないのか。日本経済研究センターは12月15日にアジア太平洋地域の18カ国地域を対象に2035年までの経済成長見通しをまとめて発表したアジア経済中期予測。この試算で日本の一人当たり名目 GDP 国内総生産が2027年に韓国、翌年に台湾を下回ることが明らかになった。一人当たりの名目 GDP は2020年時点で日本が39,890ドル、韓国が31,954ドルだった。しかし2025年までの間の平均伸び率は日本が 2.0%、韓国が 6.0% だと報じています。日本経済研究センターによると、このペースでいけば2027年には日本が 45,000ドル水準に、韓国46,000ドル水準で逆転するとのことであり、韓国のマスコミはこの発表を危機として報じています。今の情報から未来を予測することは確かに大切なのですが、なぜ韓国は今の成長率が維持できると思っているのでしょうか。急激な経済成長をすることは確かに大変ですが、経済成長はどうしてもある程度の段階になると指数関数的な増加から指数関数の逆関数である対数関数的な増加になってしまい、初期の成長率をずっと維持し続けることは不可能です。にもかかわらず、韓国のマスコミは今の成長率がそっくりそのまま比例的に続くと考えており、お花畑なことこの上ありません。漫才でよく7月は暑いから12月になったらもっと暑くなるという定番のボケがありますが、隣国の場合、素でこれを信じているのでたちが悪いです。しかし盛り上がっているマスコミとは対照的に、ニュース番組の中では意外なほどこの問題に対して冷静であり、為替レートの影響もあるから一人当たり GDP が日本を超えたとしてもそれが韓国に対してプラスになるとは限らないといった司会者もいるくらいです。よくよく考えてみればドルで計算している以上、全く経済成長しなくても極端なウォン高ドル安にでもなれば一人当たり GDP で日本を超えることもできるでしょう。しかし自国通貨が高い状況が続くと輸出産業に深刻なダメージが入りますので、輸出が命の韓国にとってはまさにこれは地獄だと言えます。まあ昨年末に急激なウォン高ドル安が起きた際も、
これで一人当たり GDP は3万ドル台であり、先進国の座を維持できるなどと喜んでいましたので、案外官民ともに気にしていないのかもしれません。また番組に出演したジャーナリストの中には、この手の予想は10年以上も前からあるので実際になってみないとわからないとコメントした人物もいるようです。まあ普段の日常というものはコロナ禍によってもろく崩れ去るという経験を肌感覚で実感したゆえ、このような意見に共感する人が多いのだと思いますが、ここで気になったのは同じような予想が以前にもあったということです。というのも、2010年にも2031年には韓国の一人当たり GDP は日本を超えるというニュースが上がっており、この時はお祭り騒ぎになりました。それと比較すると、今回の発表は日韓逆転の X デーが4年前倒しになっており、おそらく東日本大震災などの影響も加味されたのだと思います。また2012年にはアメリカの格付け会社が韓国国債の格付け水準を日本と同じにし、日本以上にした会社さえありました。これに対して韓国国内では、1世紀ぶりに日本に対して雪辱を晴らしたなどと大騒ぎになっており、反日機運の高まりを見せていた次第です。にもかかわらず、今回そこまでの騒ぎになっていないあたり、韓国人も日本を抜いた報道に飽きてきた、もしくはそれどころじゃないまでに疲弊してしまっているのかもしれません。また数ヶ月前には与党共に民主党の院内代表が国会にて、2018年における購買力基準の一人当たり GDP では韓国は日本を超えたのだとのことであり、これをもってムン政権を褒めたたえています。にしてはあまり騒ぎになりませんでしたね。ましてや今は5年間で最も反日熱が高まると言われている大統領選挙中であり、それを考えるといささか不思議です。まあデジタル化や国防費、最低賃金などといった分かりやすい分野で日本をすでに抜いていることからも、ここまで手が回らなかっただけという話なのかもしれません。とはいえ、デジタル化に関してはワクチンパスが導入初日にサーバーダウンしたりするなど、まだまだ貧弱な部分があり、国防費については日本が先進国水準である 2% を大きく下回っていることが大きな理由です。国防費に関しては高市早苗政調会長が選挙の公約に入れるなど、日本国内でも問題視している声は多いのですが、すぐにとはいかないまでも、今の国際情勢を見る限り、いずれ 2% 台になる日がやってくると思います。また最低賃金に至っては、韓国では無理やりそれを上げたせいで失業者の数がとんでもない数になりました。これに対してムン大統領は公務員を増やすということで何とか乗り切ろうとしましたが、実態は大学の教室の電気を消す仕事を増やすなど、とてもお粗末なものとなっています。この調子だと次の大統領はただ穴を掘って埋めることを繰り返すというような拷問さながらのお仕事を公的雇用として生み出すそうな気がしてなりません。これで本当に日本を抜くことができるのでしょうか。今回のニュース、日本国内からも多くの声が寄せられています。次にその一部をご紹介いたします。一人当たり GDP の件を詳しく見れば、低所得のバイトや自営業を外して計算しましたって韓国側が表明してますよね。逆に日本で非正規やバイトを除いて計算し、数値が上がったなんて政府が言えば、実感できないから意味がないとかマスコミがこぞって批判するでしょ。実感できないアベノミクスは意味がなかったなんて散々言うくらいなので、今回の発表なんてその程度の内容でしかありません。今の状況が続いた場合、2027年に逆転どころかデフォルト、または国がなくなっている可能性もあるのではないでしょうか。数字上はそうなっていたとしても、日本が韓国より貧しいとは全然思えません。米韓為替スワップも年内打ち切りで、今後ドルをどこから調達するのでしょうか。そういえば先日、駐日大使のカンチャンイルが外務次官と会ったそうです。かなりうさんくさいですね。岸田と林よ、血迷ったことはしないでください。これ、一人当たりの GDP ですからね。
日本の生産性が低いとか言われてますが、世界一の高齢化社会をひた走る中で、むしろよくぞここまで頑張ってますね、といった印象が強いです。生産人口のピークを超え、急速に非生産人口、年金、介助対象者が増え続ける社会をどう生き抜くか、日本人自身が考え行動しなくてはならないのに、他国と競争したり比較することに何の意味もありません。韓国では急速に高齢化が進み、また不動産価格もかなり高騰していることから、バブル崩壊の心配をする声さえ上がっています。またいつまでも半導体一本足打法ではいけないとは韓国も感じてはいるようですが、肝心のポスト産業はまだ見つかっていません。まあこれらの問題を抱えていながら、2027年には韓国の一人当たり GDP は日本を超えると予測しているとのことなので、あと数年はだましだましで乗り切れると読んでいることが伺えます。しかしこれを解決しなければ、いずれは悲劇的な結末を迎えることは確実なので、どの時代の大統領も自分の代でこれが起こらないようにごまかし続けているようです。なんだか爆弾ゲームみたいですね。皆様のご意見、ご感想お待ちしています。評価クリックやチャンネル登録、よろしければベルアイコンをクリックいただけるととても励みになります。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。